はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。現在の状況なんですけども、ベルトさんは集まりました。必殺の秘伝書がですね、残り4色となりました。今日はですね、これを集めていってタイミングを見てですね、横取りを仕掛けたいなと思います。僕はですね、横取り特攻持っていません。一応ね、リトルコマンダーあるんだけど、あまりね効果がないということなんで、まあいてもいなくてもみたいな感じです。そしてウォッチのパーツ集めはこんな感じ。残りヒーローのかけらのみとなりました。4つですね。これがね結構難しいというか、横取りもあるからね。さあ、まずはお宝集め、白犬やっていきます。トルーパーですね。さあ、パーティーはですね、こんなパーティーでいきます。イケメン魚、全消し&デカプニの、デカプニじゃない、技ゲージを多く貯める、そして G まで打てると、自身の技ゲージが溜まった状態でスタート。そしてポイントとなるのがね、こちら攻撃力アッププラスサボりです。サボりは非常にね有効です。そして攻撃力アップ、バフですね、大幅アップ、まあ大幅じゃなくてもいけるのかもしれないけども。そして雷電流、これもねデカプニを4つ作って、そのデカプニを消すと。そしてアタッカーの学校が、これね非常に強力です。デカプニが降ってくる。さあ、こんなパーティーでねやっていきたいと思います。このパーティーのいいのは、結構ね短時間で Y マネーがね結構稼げて、まあ、Y ポイントもねそこそこ稼げるで周回できるんで、まあお宝集めにはいいのかなと思います。ただちょっとねキャラ、強キャラ持ってないとなかなか高速周回難しいんだけど、まあでも一応ね特攻なしでも普通にですねサクサク周回できます。このサボりさえかかっちゃえばね、ゆっくりやってても全然大丈夫です。さあ、雷電流、そして学校が、バフがねこのステージは効くんで、まあ、重ね掛けしてやれば OK です。さあ、これで 714Y マネー稼げます。 Y マネーねないんですよ。昨日ねガチャからねプーが出てですね、これが横取り特攻かと思ってですね、あるったけ秘伝書投入して技レベルマックスにしたんですけども、実は横取り特攻じゃなかったっていうね。ガイチップのドロップ率アップということで、もう僕ガイチップね集めきってるんで全く意味ありませんでした。やっちまったぜということで、ちょっとねワイマネー稼いで秘伝書をね貯めないといけない、やばいです。さあ、水色落ちましたね。さあ、残り1体結構しぶといぞ。さあ、学校側で行くぜ。さあ、倒しました。さあ、水色は新しい色。さあ、着々とね秘伝書のページ集めやっていきます。15ポイント。さあ、これで残り3色。さあ、次はですね、ここ隠しステージのクロックマン、ここやっていきます。ここもね結構おすすめです。まあクロックマンがね仲間にできるっていうのもあるしね。さあ、パーティーはねこんなパーティーでいきます。拍手スコアアップですね。そして攻撃力アップ、大幅アップです。そしてエアファルコンも大幅アップ、そしてダブルゼーターマナ、全消し&デカプニの技ゲージを多く貯める。そしてアタッカーはサメ使っていきます。サメがですね特攻でですねマップでのダメージアップということで、むちゃむちゃダメージが出るんですよ。ダブルセーターよりも正直出ると。さあ、鉱物与えます。なのでまあ今回のねイベントマップでワイマネー稼ぎながら周回するとなると、まあこんなパーティーが結構ねおすすめかなと思います。
まあ比較的高速周回できて、まあ、ワイフィーバーで行くんだけど、まあ、ワイマネーも稼げると。で運が良かったら時計さんとかね、お宝も集まるということで、まあ、なかなかねいいんじゃないかと思います。さあまずね技ゲージ貯めていく。サメがね非常に強力なんだよね。なので強いアタッカー持っていないっていう人は、まあ、今ねこのイベントでワイマネー稼ぐチャンスかもしれません。さあ行きましょうか。スコアアップかけのさあ攻撃力アップ、重ね掛けします。そしてサメ打って、まあうまくやればねサメ2回打ち3回打ちできるんだけど、おっと降ってこねえ、降ってこないときはしょうがない、1回打ちでいきます。そしてマナ打ってサメと、さあフィニッシュ。さあお宝カモン、お来たぜ青ページ。さあ秘伝書のお宝はね結構ドロップ率高いんで、お新しいページ来ました。まあこれで3000から4000ワイマネー、そして15ポイント。さあお宝残り2ページとなりました。なんとかね集め切りたい。さあ攻撃力アップ重ね掛けします。そしてスコアアップ C の、さあ1回目のサメ、さあデカプニ作ってマナでデカプニの技ゲージを多く貯める。サメもう1回いきますね、まあ、うまくやれば3回ぐらいいけるんだけどね、打ってきません。サメはねスキルでつながりやすくってのがあるんで結構ね連発しやすい。おっと来たぜ水色ページ4483ワイマネ、しかし水色ページは持っている。残り1ページ2ページになるとですね、途端にこの色かぶりモードに入って集まらなくなるというね、多分仕様でしょう。さあ残り2ページから進みません。Y ポイントをね稼ぐのであれば、このステージ42がねおすすめです。このステージ42もね結構高速で周回できるんで、お宝集めもいいです。この暴走回路でワンパンダできるんで、まあ一番高速周回できるんじゃないかな。お、来たぜ。ただ Y マネーはねあまり稼げません。さあオレンジページ17ポイントで、時々ねレア妖怪のブラックアーミーが来るとまたちょっと稼げるんですよ。ブラックアーミーが来た時は落としませんね。329ワイマネー、そしてワイポイントは23ポイント、ちょっと上がります。あと意外とおすすめなのがこのステージ1、結構やってる人いるよね、フレンドもね結構ここいるんですよ。っていうのもここであれば、まあサメ入れるとね非常に高速周回できるんだけど、強キャラ持っていなくてもさ陣兵弱いんで結構ね高速周回できます。で運がいいとこの陣兵もね仲間になってくれると、こうタップするだけでねすぐ倒せるんで、サメプニはね結構このプニ消すだけで威力あるんだよね。お、来ましたね水色ページ。そしてお宝が意外とねここのステージ落ちるんですよ。まあ、いつもねマップでのお宝集めの時そうなんだけど、意外とこのステージ1がね落とすと。ただ Y ポイントはねちょっと少なめ。さあ残り2ページから進みません。まあ、Y ポイントねちょっと少なめではあるんだけど、まあもともと少ないので、そ
その17ポイントが9ポイントになったからといってみたいなとこがあるんだよね。まあ、だから強キャラ持っていないっていう人はこのステージ1周回がねいいんじゃないかなと思います。お、紫ページ比較的ね高速周回ができると。なかなか残り2色から進みません。もうあとやっぱり1色落としてラス1は横取りみたいなねが理想です。さあ来てほしい。陣平持ってんだろ意外とね。お、これはオレンジページ持っているなかなか進みません。まあでもドロップ率結構高いんで、まあ比較的ストレスなく周回できるのかなっていう気はします。じゃあバランス型ということで、まあ Y マネーも Y ポイントもそこそこ稼げて、まあお宝ドロップもね、まあ狙えるで比較的高速周回できる。やっぱりこのステージなんだけどちょっとね編成変えました。ちょっと一手間かかるんだけど、まあその代わり Y マネーがね結構稼げる。まずはカイラ打って一発では倒せないんで、ここで、まあ、攻撃力アップとねスコアアップかけて白ひげでアタッカーの白ひげ。さあこれでおお宝来たぜ。これはこれで 868Y マネー稼げます。ちょっとひと手間入れるだけで一気に Y マネーが稼げるので、まあおすすめって言えばおすすめ。さあ来たぜ。残り1ページになりました。しかもチャンスタイム中なんで行きましょうか。行きましょう。チャンスタイム中なんでワンチャンあるんじゃないの。ただ僕ね特攻持ってないんですよ。一応このリトルコマンダーあるんだけど仕事しないんで、まあいるだけというかあまりいない方がいいぐらいかもしれません。活躍度ショーはねいつもそうなんですよ。あまり発動しないんだよね。いきます。さあ絶好仮面頼むぜ。さあこれでセンター勝ちは一勝もらい。しかしそれにしても相手が強え。やべえな。さあセンター勝ちで2200か。うわ微妙だ。マジか。リトルコマンダー入れなきゃよかったよ。何この特攻マジか。ちょっと編成も変えましょうか。赤井さん入れます。リトルコマンダー一応技レベル上げておきましょうか。でも仕事しないんだよな。だから特攻の意味ないよね。いきます。チャンスタイム来ました。さあセンター勇まし狙いでいきましょうか。さあ行ってくれよ赤井さん頼むぜ。おっと2万超え。いけるか。この細かいとこも勝つ必要あるんだよね。特攻がないとね。お、行きましたね。さあなんとかね黄色ページ取りました。さあこれで一応秘伝書コンプリート来たぜ。さあ一応ねなんとか揃いました。次はスキルの秘伝書いくぜ。